三笘は対策された人が本番とよくやりますが、具体的にどういう対策されてるんですかダブルチームになりますね。相手のサイドハーフ戻ってきて、サイドバックと三笘の1対1にならないです。あ、1対1から1対2、1対3になって抜ける選手なんてほとんどいないから、メッシュでもワンタッチで働いたりするし、本当にスピード乗れてたりとか、一人目を勢いに乗ってかわせたりとかするとそのまま行ったりするけど、だから三笘に関しては1対1の時に仕掛けきって次の、対1対2になる瞬間にまた1対一になるみたいな。 でもいつも言うサイドアークとサイドバックの間で前向きで受けるような工夫みたいなのをやって、それ対策された時の今の裏みたいなで。今、ボール動きながら受けるのはどんどん上手くなってるけど、動かなくていい瞬間っていうのが、三笘自体が高い位置取りすぎたり、あと、そこにパスつけたいのにエストピニャンの位置取りだったり、センターバック2枚の位置取りだったりとか、その、 ブライトンの構造自体に問題があるから、三マが対策されてるかどうかじゃないところの問題で、三マが今後ぶつかるべき問題にぶつかってないんですよ。三マが中も外も2つバリエーションつけて、で、外の時に1個レベルアップしなきゃいけないところが、その現象自体が起きないような問題になって。ブライトンの場合は、もうめっちゃ長いてるっていうより、にゃんこの辺じゃん。にゃんこの辺、えっと、フェルトマンこの辺、結果、こっちも遠いし、こっちはパス出せないし、この寄せがあるから。 結果、このルートでしか崩せないみたいな。で、こ,この瞬間的な崩しとか今日はハマんないから、最終的に点取ったのは、ここ上がってった時のここっていう。でも、何回もカウンター食らってる、ここが無理だよ、みたいな。で、僕言ってることが、いやいや、そんな、お前は見てるから言うけど、みたいな感じで言う人思うかもしれないけど、普通にニャンがここでボール受けた時に、ここで三までチャンス食ったし、これが、ダンクちょっとなんかウェブスターちょっと外で、そしたらニャンがちょっと内側入れるから、そしたら、 この2でも3に対してどう行けばいいか分かんないのと、こうも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 あるから。だからこの3バックっていうのは、このデザイン性がない監督でも最初こうなるし、こういうのにこうプレスはめられている時とかに1人降りていけば4になるしっていう。だから3バックっていうのはこうデザインしない系の人にはすごくいい選手なんですよね。クロスがダウンスリーしてずれつけたとこか前進してる時ありました。そうそうそう。今この状態でこうなってるから。こうなってこうなってるから。それにこうでスーッと降りてきたら、 これここ誰行くのっ,つってこの状態から、まあ、えっ、ー、と、マーチ中入ってこうで、こうもこうもいけるし、まあ、ここを返せといて、ここ閉じたら逆サイド打ってって、で、こうなった時にはもう中入っても、相手閉じるからこうもあるし、閉じなかったら、そのまんまパス受けて、まあ、この立ち位置で落とすとこもあるし、こうも別にパスコス開けて、こうでここでもいいしね。ああ、ビルドアップ、あ、そうそうそう、ビルドアップでさ、もう僕はセオリーにしてるやつなんですけど、ボールホルダーに、 ま、近い相手の横と、あ、近い相手の斜めーションを足す。そうすると、まあ、通って前向けたら一列上がるし、まあ、これが、ボールホルダー近い手の斜めーションを足すと、高い方をつけて低い方を落とすとレイオフになるじゃん。で、こういうのをやられるの嫌だから、相手としては、閉じたりとか、前に出てきたりするでしょ。でその時にちゃんと、この、ボールホルダーの斜めーをポイントって呼んでんだけど、横をエスケープ。エスケープちゃんと作っとくと、じゃあ、これだったらこうで、こういけるし、で、もう一個クリティカル。裏。 一発でゴール狙える,狙えるから、会心の一撃でクリティカルって言ってるんだけど、裏に行ける場合は、例えばこの状況でポイント立つ、ポイントを塞がれる、で、ボールほどの位置からナーメションまたここになるからう回経路作ってて、こういうところにこう出たら裏とか、でこういう時に、まあ、こういうこが現れて、ナーメンション立ってたらまだ一列行こうとか。 ボールホルダーがちゃんとボール持ててて、整体してどこでも出す技術があってだけど、こういうのをさごうとして、相手が全部マンマークでこう、ね、こういうふうにしてくるとするじゃないですか。ナーメーション立ってるところもこういうふうにしてくるうう全部全部マークみたいな。で、これも見てわかるでしょ。全部マンマークちゃんと立ち位置立って、ボールがどこにでも出せるような整体した状態で、こうつなげると、相手はパスコースちゃんとつながってるから、みんなで出ていかなきゃいけない。これがね、適当な立ち位置立ってたりとか、パスコースなかったりとかすると、出ていく必要ないから、 ここだったら、どんないか出てくる必要ないでしょ。だから、飛ばしたときに回収されるんだけど、ちゃんとボールが出る立ち位置立ってると、あ、ここを押さえなきゃここ。ね、ここも押さえなきゃここ。みたいな感じで出てくるから、これで飛ばしたときに拾えるところにいるい。だから、ポゼッションの形を整えると、ロングボールのそこからの疑似、えー、カウンターみたいな形が決まりやすいっていう。最後の方は、マカリスターダンクの左に落ちて受けるシーンいくつかありました。あ、このね、こうなってるから、ここにマカリスターが落ちてくる。 そういうふうに、あの、サイドバックで繋げないんだったら、あの、別の人が繋いでもいいからね。三笘の課題っていうより、三笘にボール渡すまでの課題だから、ブライトンが。三笘の課題がいつも、ね、前向きでボール受けれる位置にいないみたいなのがあったんだけど、そこにボールいかない形になってるからさ、もう、言えることないですよね。むしろ三笘がいたおかげで引き分けになりましたからね。えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ではソフトボでした。バイバイ。 弾じき出せ」「君の」